マリモマイのダーツの旅 銀座 S スタイル。銀座 S スタイルさんは向こうが丘遊園北口から徒歩90秒と駅の超近くにあります。240台設置のスロット専門店さんです。車、バイクでお越しの方のために無料駐車場もあります。遊戯中、席を離れる際は貴重品を必ず持って離れてね。前回までのダーツの旅は出玉ちょっとあるんで、お、400枚ぐらい。期待できますね。400枚なんですけどね。期待できますね。いつも通りちょっと嫌な感じで前半戦を折り返した私たちは、相変わらずな感じでラストスパート中です。十分頑張ったと思います。ハーデスでなんとなく出始めた私に対し、徐々に壊れゆくマリモさん。はぁ、もうなんでこんな引けないの。ボーナス500分の1って、いや勝てるわけねえじゃんそんなもん。さあ今回もエアティはよし、このまま終わってしまうのでしょうか。よし続きはこの後すぐです。多分今ね、8ポイント、7ポイント、8ポイント以上はあると思うんだよね。だからもしかしたらもうもう少しで、もうポイント取らなくても入るかもしれないです、チャンスゾーンに。ただでもそこまでは行ってないかな、微妙だな。行った、はまってた。5回目です。さあどんどんやれ、どんどんやれ、どんどんやっちゃえ。さあ押してますよ、押しておりますぞ。でもこれさっき外れたパターンだな、一発目で。一発目だか二発目で。うーわー、嘘だろ、いつ入んのよ。じゃあ2年後ぐらいですか、ART はねえ、2年後ぐらいですか。多分終始的で終始、多分この1台だけで終始を見てみたら負けではないと思うんですね。その前に、まあ、絆ともう1台のハーデスを打ってるから、まあ、結構投資いってるんですけども、この台だけで見たらおそらくマイナスではなくなったと思います。お、ヘルゾン何色、青か。うまい、中断機なのなかなかいけない。い
や本当に後半にならないと私の楽しい時間はやってこないみたいです。やっぱりワンコだね。おっと吠えた。お頑張った。130結構戻ってくるかも。ステージチェンジは移動先にご注目ください。もう無理です。コードギアスでは無理です。無理ですね。もう1回も ART 入れてないけど、ああ喉恐るべし恐るべし喉外旋かハーデス、外旋かハーデスの権利を僕は持っていますからね。打ちます。外線も混んでんなあ。角台でいいや。これでラストちょっと勝負かけてみましょうか。今日はチャラぐらいか。1260ゲームハマったんだね。でそこからダーッと出てチャラぐらいまで戻してますね。初当たりは2回。まあ良くはないよね。悪いって言えるほどのなんだろう、サンプル集まってないと思うけど良くはないね。通常モードだろう。お早速天国準備に上がってまいりました。多分あとちょっとだ。お風は吹いた吹いた風が吹いた。ここで上がっていてほしい。右上がりで風が吹いた時の、モードアップ期待度が3割ぐらいかな。なので上がってないことの方が多いんですけど、それでも期待するよね。もうちょっとよ、もうちょっと。ガス、おお、ああ、リプレイだったらね、なお良かったんですが、中段リップ右上がりキナだと引きましたよ。でもその前にね、天国準備から落ちてたら、あの2発もそんなに意味がないというか、力を発揮しませんが。天国準備で引けたのか。さあどうでしょう。お、当たりだ。さあざわついております。あー当たった飛び跳ねた。当たったよ。お隣さんが先読み3で左
左に1止まって FGG 確定してるのに 見とれてたら当たりましたね。結構固めたんでそれが効いたみたいです。いやーコードギアスより全然簡単。コードギアスは一体何だったのか。単発かな、単発かな。パス。乗らぬ。いただいた、ありがとうございます。いい感じで、やっぱり後半型のエンジン。まあ犬よね。50でした。まあ、乗っただけありがたいですね。マイナス分をかなり減らせます。さすがにこれだけじゃプラス域には持っていけないので、あともう2回ぐらいあれば大丈夫だと思うんですけど、こんだけ時間もありますね。時間もありますというか制限もあるんで。お、1ゲーム終了です。ならば何だった話なんだけどね、ここまで来ると。それを言っちゃうとね、打ってる意味がなくなるんで前向きに行きましょう。さあ来た来た、いいゲーム止まってるよ。おあ、おはイエス。上がるね天国。ここが最後のチャンスだね。これで当てられるか、で当てたら何連まで伸ばせるか。耐えた、耐えてる。終わるな、終わってる。もう多分これ終わってんじゃねえかな、落ちてんじゃねえかな。投げどんだけ当たんねえんだよ。そして白、いやー天国、多分天国で当たったと思うんだけど、すごい長かったですね。天国って気づいてから当たるまでが、いやー心臓に悪い。
まあでも何にしてもこの連チャン、まあ、単発かもしれないけどね、当たりが終わってモードが良くなければもうちょっと時間的に、終了ですね。さあ連連してくれるのか。モードはどうか、まだ生き残ってるか、生き残っているのか。連チャンっていう言葉が今日なかったね、俺のパチスロ、今日のパチスロ人生、パチスロの1ページに。ちょっと若干枚数は足りないですけども結構頑張ったと思います。まあ、これで全国ないのを確認してやめたいと思います申し訳ございません。聞いた？ゴッド来ました。今今聞いた？今やったじゃん。いや、あのプルートステージ終わったらやめようって言ってたんですよ。30に抜けてなんかヘルゾーンの檻来てたから待ってたらムーンってありがとうございます。マリモさんのマイナスの分を減らせるように頑張ります。お願いします。頑張ります。ちょっとドキドキが止まらないなんというタイミングでゴッドを引いてしまったんでしょうか。でもここからマリモさんのマイナスの分まで頑張りたいと思います。後半過ぎて引きます。ではいや、こうもねタイミングがひどすぎますね。私初恋の少女みたいなこと言ってるな。ドキドキが止まらない。そうそうか、ドキドキ止まらないか。前さんの隣で打つかな。ハーフですです。ちょっと自分でも信じられないような、大移動ですけども、舞さんがゴッド引いたんで、まあ、それにちょっと便乗してね引けたらいいなっていう願掛けみたいなもんです。そんな簡単じゃないのは分かってるけどね、分かっちゃいるけど、どうにもなんねんだもんな。もうゴッドステージを拝みながらゴッドも引き寄せるというね。ゴッド、さあまさかの追加投資です。ここからもう収録終了時間来てるんですけどね、相方がやらかしまして、これにお付き合いする形で、舞さんが出している横で
当てずにずっと僕が貸し出しボタンを押してたら多分あんまり変わんないんですよね、トータルの収支って。むしろ俺打たない方がいいんじゃねえかな。ナイさんが頑張ってね、2人の収支を底上げというか、まあ、マイナスからね救い上げようとしているのにもかかわらず、俺が自ら泥沼にはまってったらどうしようもない気もしないでもないですよ。あ、青い。ラスト。あ、当たりました。楽しそうだな。左隣。全部10ですね。あ、やっと60。今の時点でどれぐらいプラスなの？まだプラスじゃないです。違うの？まだ。そうか。これから。わかりました。まさかのプラスじゃない発言。やめた方が賢明だと思います。普通に考えて。今日託しますんで、僕らの未来を託しますので。わかりました。お願いします。ダメだ。デジャブ。よかった。今でやっと400枚プラスぐらい。Thank you, Mike. では1回目のジャッジメントです。一発目挨拶でワンちゃんですね。普通のワンコですね。1回はいけるでしょう、犬以外。では2回目。私の打つハーデスのゴッドはこういうイメージ。また70。あっという間に2セット目終わりです。ラスト。
天才的じゃない。もう私のイメージは覆らなかった。もう犬しか出てこないイメージなのよ。全部あの綺麗に 50% の方行きましたね。思いのほか早くエンディング迎えられそうです。マリモさんも待たせてるし、ちょっと1回ぐらいあのハーレス見たかったな。大体あの私がよく見るハーデスのポットの獲得枚数は1500枚ぐらいだったんですけど、今日ちょっとだけ上回ってます。ほぼほぼこういうイメージなんですよ。それをねなんかうまく伸ばしてると見るとセンスあるなと思います。1750枚で終わりですね。1753枚では天国があるかどうか確認してからやめますね。ということで、ゴッドは引いたもののなかなか伸びず、ちょっと 50% に苦戦した結果となりましたが、見事個人的にはプラスで終わることができました。まあ、マリモさんと合わせて、まあ、マイナスは間違いないんですけれども、少しでも差を減らせたかと思います。それではエンディングでお会いしましょう。エンディングエンディング明るい明るいですよ、もう天気にも負けないで、はい、ちょっともうね困りましたね、この天気もね。そうですね、この天気も実践の結果ももう大変困ってます。右肩が濡れてます、ね、濡れてます。左肩濡れてませんか。濡れてます濡れてます。あ、濡れてますよね大丈夫ですよ、夏なんで。ちょっと重なればいいじゃないですか、若干こうちょっと斜めでねユニットみたいでしょユニットみたい僕3100枚使いましたよ。それはまあ自己責任ってことですよねかっこよくないな。でもかっこよくないですね。3100枚、さっき31本出てうまいこと言ってましたけど、ゼロ2個増えちゃったゼロ2個増えちゃった31本から3100枚に3100枚になりまして、言い方次第でうまくカモフラージュされてましたね、でもないです、1枚も流してないです。今日はレシートの中ないです。何をちまったのか、私の隣でハーレスを打ち始めた時にはこの人イカれてるのかなと思いました。あのね、あれはあのお裾分けみたいなもんですよ。今日もらえないかなって。そうそうそう、運のお裾分けですか。そうそうそう、したらなかったね結構あの入れてから気づきましたよねマイさんは最後、はい、終わりギリギリでゴッドを引っ掛けまして、 なかなか心臓にあの、ね、ドキュンときた。ドキュンと今までで一番ぐらいドキュンときた。工藤前ドキュン説が流れますね、はい、これで説じゃねえよ最終的に投資が2200枚、44本使ったんです、はい、結構入れたね。そうなんですよ、じわじわと。でもあの2代目に言ったそのハーデスでは全然使ってないんですよ本当に。なんで結果が3337枚ということで、はい、1137枚のプラス。1137枚ということは、私が3100枚なんで1900何枚かのマイナス。そうなんでクオカードは今回3名の方にプレゼントとなります。惜しかったね、惜しかったね4人に。そう4人に、あとちょっと。そういやでも途中まではちょっと44本に61本でしょう。もう今日も大盤振る舞いの感じでしょ。5000枚オーバーですよ10万5000 10枚プレゼント10万5000円ってすごいね。すごいですね、昔の消費税みたいな感じになってて確かに確かに。いや怖いわ、怖い怖い。でも私頑張りましたので。最近怖いね、怖いうちらの投資怖い。てこれ全然番長でなんかちょこっと出して
あ、以外ほとんど負けてる気がするんですよ。いや、いいんですよ、この番組見てくれてる人はマリモさんが楽しく打ってくれてればそれでいいんですよ。楽しく打ててますか、僕。楽しく打って、そう、楽しく打ってくれて、今日何の意識失ったか分かんないですよ、打ちながらあ、家じゃないって思ってそこまで、それは気の緩みですな気の緩みですね。いやー、もうちょっとねまあでも今日は完全に引き負けなところがあるんで、はい、まあ次回ちょっと僕はそこら辺をね、多分そのうち下に下がったも上に上がってくるんで、引きっていうのはそういうもんですから、僕はそう信じてる。いや、そういうオカルトは私基本信じないんでねいや、オカルトじゃない、オカルトじゃない、あるの、あるの、人生の坂道もそんな感じですか。いや、そうです、だって僕無職の時代までありましたからねそれはカミングアウトしていいことなんですかいいですよ、無職の時代もあったけど今こうして、はい、なぜかこうね、人生を謳歌してるそうそう、汗を拭くときは初束で拭き、ま、そ、じゃあそれ違う人それ違う人だね。はい、というわけで、今回もまた、クオカードプレゼントとなりましたが、次回ちょっと本当にもう出玉で見せましょうよ。いや、私は見せましたんでね、あとは丸間さんが頑張るんだけど、2人でね、2人でもじゃあほら先輩出しましょうよ、並んで並んで並んではちょっと危険だな、うちら今遠距離恋愛なんでねそうそうそう、離れ離れでいかなきゃいけないんで、次はじゃあプラス5000枚を目指しますんで、はい、期待していてください。はい、はい、じゃあまたお会いしましょう。さよなら。さよなら。クオカード応募待ってます。ようこそ僕らの街へ銀座スタイル、銀座スタイル、幸せを育んでこう。ああ、なんで捕まんねえんだよ。アリノさん、何やってるんですか。これが捕まんなくてよ。どれですか。これが難しい、捕まらん。難しいな、捕まんねえんだよこれが。それだったら僕、持ってますよ。持ってますよ。え、なんであるの、どこにあったの。近所のホールに置いてありました。え、マジで。じゃあ俺ちょっと取り行ってくるわ。そそくさ行くわ。行っちゃった。それでは皆さんもフリーマガジンジャンバリ関東版、近くのホールでチケットしてくださいね。